京都大学生命科学研究科遺伝子特性学分野のコーチです我々の研究室では植物の環境応答の仕組みを研究しています今回は我々が今非常に注目しているモデル生物タ類ゼニゴケについてご紹介いたしますゼニゴケは役に立たない雑草として世の中では扱われています しかし19世紀から20世紀にかけてゼニゴケは植物学者を中心に研究に広く利用されていましたそして今胎類ゼニゴケを使ったルネサンスゼニゴケ研究の復興というべき時が来たと考えています植物は光合成によって 太陽の光エネルギーを化学エネルギーに変換し、酸素を発生させるとともに、そのエネルギーを有機化合物に蓄積します。植物は、人間にとって必要不可欠なパートナーであり、生活のさまざまな場面で利用される、そういうものを作ってくれます。DNA の発見以降の生物学は、植物の研究も含め、 モデル生物を使って急速に発展ししてきましたモデル生物に求められることは突然変異体を単離して調べる遺伝学が利用できること遺伝子から出発してその機能を調べる逆遺伝学的手法が使えることゲノンプロジェクトが進行していること遺伝子導入ができることそして ゲノムワイドな解析ができることなどがあります最も大切なのは仕組みを解きたい現象を持っている生物の中から最も単純で使いやすい生物をモデル生物として使うことですこれまでにいくつかの生物がモデル生物として使われてきました 単細胞生物のモデルとして大腸菌や古細菌が、真核生物のモデルとして酵母が、そして植物光合成を行う単細胞生物のモデルとしてクラミドモナスが広く使われてきました。多細胞生物のモデルとしては線虫や小形バイが、脊椎動物のモデルとしては。 小型魚類やアフリカスメガエルガそして哺乳動物のモデルとしてマウスなどが使われてきました。植物ではシロインナズナやイネといった花を咲かせる植物が広く使われてきましたしかしこうした植物の問題として遺伝子の冗長性や 体制の複雑さそういうことがあるということが明らかになってきましたこの図は植物の進化を表しています植物は水中で単細胞生物として誕生し多細胞化し陸上へ進出しました現在繁栄している陸上植物も陸上化を果たした植物を共通の祖先としてこの進化 の延長線上にあると言えます苔植物は陸上化進化の基部に位置し最初に陸に上がった植物の特徴を受け継いでいると考えられています陸上植物は進化の過程で遺観則、種子、花を発明して現在な多様の植物へと進化しました藻類は 角層が n である配偶体のみのみを持つのに対して、維管束、植物では角層が 2n である胞子体が優先的です。コケ植物は配偶体世代が生活間の大半を占めますが、胞子体世代も存在するようになりました。コケ植物は胞子体世代を発明した植物である。 と考えられています配偶体世代が優先的であるということは遺伝学を進めるにも有利な点ですこれまでのモデル生物では単細胞緑藻と必食物という進化的に離れた生物が選ばれていますがその間を埋める植物が抜けていましたそこで我々はタイ類ゼニゴケに注目しました 成長した銭ゴケは養生体と呼ばれる歯のような構造をしていて地面をはうように成長します。養生体の表面にはカップ状の組織肺状体と呼ばれる組織を発達させその中に無性雅と呼ばれる器官を作ってクローンによる増殖を行います。 養状態で成長していたゼニゴケは長日であることと遠赤色光を感知して成長,成長層を転換し次世代を残そうとしますメスの植物では増卵期に卵をオスの植物では増生期の中に精子を形成します。ランとセイシ は受精して、二倍体細胞である接合子を形成します。接合子は、体細胞分裂と分化によって。さまざまな種類の細胞を含む胞子体へと。発生します。胞子体が成熟すると、減数分裂により。胞子と卵子が作られます。 成熟した胞子脳は、このように生殖器官から突き出して、弾けて、男子の助けにより胞子を放出します。胞子はやがて発芽して、幼い植物体となり、養生体へと成長していきます。陸上植物のライフサイクルは、基本的に、 半数体の世代である配偶体世代と二倍体の世代である胞子体世代が交互に繰り返すという特徴がありますゼニゴケの場合、二倍体の世代、つまり胞子体の世代はライフサイクル全体のうちほんの一部だけで半数体である配偶体世代が優先的です ゼニゴケはいわゆるゲノムプロジェクトの先駆けを作った植物でもあります世界で初めて葉緑体ゲノムと植物ミトコンドリアゲノムそして性染色体 Y の構造が明らかにされました全ゲノムのシークエンスは現在解析中ですその結果、 陸上化した時点では陸上植物の制御の原型が確立していたことセニゴケのゲノムは遺伝的な冗長性が非常に低いことが明らかになっていますその特徴は特に遺伝子発現の調節あるいは発生の制御といったものをで機能する遺伝子に顕著です モデル生物にとって、遺伝子導入ができるということは最も重要な条件の一つです。ゼニゴケでは、このように単純で効率的な遺伝子導入系が確立しています。このシステムでは、他の植物で必要とされる複雑な操作ステップが必要ありません。しかも、一つの放射の を出発材料としておよそ1の形質転換体を得ることができるという大変効率の良いシステムになっていますこうした高い効率の形質転換系のおかげで私たちはゼニゴケにおいて相同組み換えによるジーンターゲティングのシステムを立ち上げることができましたジーンターゲティングとは ゲノム上の目的の遺伝子を人工的に破壊することです。そして破壊した時の表現形を見ることで遺伝子の機能を調べるというそういう手法です。例えばノップアン遺伝子は気質の形成に機能します。この遺伝子を破壊すると気質が形成されなくなります。 つまりこの遺伝子がが質形成に必要だとというここかります。これまでに私たちの研究室では多数の遺伝子,遺伝子のノックアウトに成功し機能解析を進めています。ゼニゴケは半数体である配偶体世代が優先的であるためその変異表現系が容易に観察,観察できるという利点があります。 これまでに、このように多数の突然変異体が分離されています。ゼニゴ系の単純で効率的な実験系によって、今、植物、成長、発生の分子メカニズムを研究するのに、絶好のチャンスが訪れたと言ってよいでしょう。このクリップでは、 我々の生活に欠くことができない植物の研究に、一見何の役にも立ちそうにないゼニゴケがとても優れたモデルになるということをお話ししました。ご紹介しましたように、陸上植物の発生や環境応答の仕組みを理解する研究を進めるためには、ゼニゴケは極めて優れた特徴を備えた植物です。 我々の研究室ではゼニゴケを使って光をはじめとする環境応答やホルモンを介した発生制御の仕組みを研究しています。古くて新しい日本初のモデル植物ゼニゴケを利用して植物を深く研究することで植物科学さらには社会への貢献が期待されています。